会場は、ただ中で待つというだけではなくて、やはりボールに絡みながら、まあ、崩しにも参加をしようという折り返し、ガブリエル・シャビ、あーっと先制名古屋、正面でしたが止められませんでした。コンスンテ、近い距離でのシュートでしたが反応できませんでしたね。そうでしたね、左サイドでちょっと詰まってサイドを変えたところからですけども、まあ、ワンタッチのクロスが入って、シャビルも右足だったので、コショウの選手たちとしてはちょっとまだっていう思いがあったかもしれないですけどね。股間抜けましたかね最後。はい、うん、そうですね、松田のところですね。まあでもこれはちょっとコンスウッテとしてもね、まあ、彼からしたらミスかもしれないですね。しっかりとブロックをしておきたかったと。はい、